はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンのグランドピアノ 170H が入ってきました。ここはですね、新倉庫、あのピアノ屋 .com のね、アップデートピアノ専用にしてたんですが、これからちょっとグランドピアノも小型のやつだけね並べていこうということで、今回、新品のコロラトゥルは1台、もともと150センチのがあったんですが、151かな、170センチのこれもまあ中型小型の間ぐらいなので、まあ入るかなということで見事に入りました。で、ディアパソン 170H なんですが、一番たくさんよくピアノが売れた時代のですね、 170E っていうのがあります。これよりも後の、製造番号が一桁増えたんですが、後の時代のディアパソンになりまして、まだ流れで言うと新しい方です。中古ピアノのね中では新しい方なんですが、クリアで良くなるディアパソンらしい響きをしているピアノなので、ちょっと音を聞いてもらいたいと思いますがね、こちらになります。これですね、ちょっとまあ入ったばっかりなので汚れてますが、 170H107187 という製造番号ですね。ざーっと見ていただくとこんな感じ。まあ奥行き的には170センチなので、まあ大きすぎず小さすぎずというちょうど一般家庭に置くにはちょうどいいぐらいのね大きさです。で、傷はあんまりありません。汚れてるだけでですね、傷はもうほとんどありませんね。これ手を入れたらそれはそれは綺麗に復活すると思いますのでね、楽しみにしててください。それでは音を聞いてもらいたいと思いますが、まだ本当さっき入ったばっかりなので、未整備なのでね、よく伸びるでしょ。ね、綺麗です。突然なぜ恋は水色なのか、ポール・モリアのなぜか降りてきましたけど、バランスすごくいいですね、全体的にですね、柔らかすぎず硬すぎずっていうか、そういう感じの音色になってますね。まあ、実際一回弾きに来てください、よろしければね、よろしくお願いします。ディアパソンの 170H という、まあ、小型ですね、小型がやっと入ってきましたのでね、どうぞ皆さん弾きに来てください。それではさよなら。